はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP 続きやっていきたいと思います。12時回ったので、朝でもよかったんですけど、もうちょっとやっちゃおうかなと思いまして、終わって卵預ければね、またできるので、金の卵は朝にできるよね。王妃様は現在、大空の扉に赴いておる。大空。できることなら、まあそうだね、大空の扉は何なのかなって話だけど、卵が帰りますので、まあその、どうだろうね、どうすかね。虹の卵も孵化したいけどね、1個しかないから今考え中なんですけど、これ前回最後預けた金の卵、まああの後3つ預けたんですけど、ちゃんとね、何が生まれるかな。あー、ゴールデンスライム、まあいいっちゃいいよね。ここで生まれてくれればね、苦労なかったんですけどね。前回メタルスコーピオン、そうだ、究極メタルスコーピオンで捨ててたの、自分作ってたんでね、なんとかもう究極持ってきてくれって言われるかもしれないよね。ゴールデンスライムはまだ持ってるので、すぐできますね。もし持ってきてくれって言われたら。アクバ。さて、まだ生まれてないのはいるからね。金の卵まだだいぶいると思うんだけど、虹もいるけどね。なかなか生まれないからな。それで生まれたやつで作ったモンスターは、今回は何も進展がなかった。ということで次回までにまたね、卵を預けときますんで、今預けるとね、預けてる時間ね、だいぶかかっちゃうので、でモンスターをね、配合できるんで、ここだよね、多分。うん。配合できるんであれば、配合して究極を今回作らなくちゃないようなお題を出されるんであれば、その間ね、作りますので、その時卵預けたりとかね、カットしてる時自分預けたりしますんで、あ、びっくりした。あ、そっか、まだか。そっか。2階まで一気に降りちゃってもいいかもね。うわ、めんどくせえ。そうだね。そのためのゴール層。またね、厄介なの出てくるかもしれないので、エリスグールがね、ちょっと時間かかりすぎたんですよ、動画がね。ただ、もう、ただその分、遊べたけど、それによって、自分の今のギュメイ将軍とか、また考えて作ったんでね。さて、今回は。お、レオパルド。ああ、こんなんもいいんだ。漆黒の翼で、風のごとく飛ぶレオパルドを連れてきてたもんね。これはドルマゲスとね、ワンダーフールとか、ドルマゲスとケルベルスとかでできますね。持ってたな、レオパルド。ちょっと待って。レオパルド、自分、確か2体捕まえたような気すんな。捕まえてないかな。捕まえてたら手取り早いですけどね。多分いると思うんだけど、あれ、魔女系だよね。レオパルドはいたと思う。いた。いた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 。いたけど、オスオスだ。23と？待って、23なの？いない他にレオパルド。あ、これだけか。じゃあ、レオパルドとレオパルドだね。勇気スキル持ってる。でも使うと思ったんかな、これ。そうだ、これ普通に作ったやつだ。これと、これをメスにするので、まあ何でもいいよね。こんなんでもいいよね。さあ、レオパルドちゃんご飯の時間ですよ。メスです。究極レオパルドを作ります。どうすかな？まあいいや、別に使うわけじゃないからいいや。ギガキラーついてんのか。でもこれ攻撃一回ドーンって当たるぐらいだろ？多分。連続じゃないよね、確かね。行動早いギガキラー。黒いけど呪文使えなくすんね。まあいいっちゃいいよな、これも。相性良ければすげえハマるよね。レオパルドとレオパルド。よし、あとは。魔王の書にめぼしいものは封印しといて、また次の配合に使えばいいので、だから次の配合に使うっていうのが、もう使い道ないじゃないですか、もう。だから、アイアンブルドーとかね、先ほどね、捕まえたんですけど、フランゾンビとかもそうなんだけどね。
これも究極作ったもんね。アイアンブルド最近なんか、ああ、やっぱいた。ね、これとか、まあ別にこれじゃなくてもいいんだけど、ね、適当に作っとけば、究極できるから、まあそれだけです。で、この踊りとか100とかに、まあ100にしなくていいのかな？マックスにしないともいいんだよね、確かね。この守備力アップとか、こんなんとかね、やっとけば、ね、派生したりするので、っていう話。この最強になるでしょ。これで、アイアンブルド、オスがいるから、普通にメス作っちゃって、ね、最強バギーとかこういうね、のを作っとけば、次回また、レベル上げて配合するときに究極ができると。ただ究極別に集めてるわけじゃないけど、気休めでね、もしかしたら埋められっかなーっていうね、淡い希望を持ちながら、日夜やってる感じなんで、こんなでっかいのとかね、ちっちゃいのにくっつければ、大体辞書とか生まれるから、でっかいのにはね、小さいのくっつければいいので、あんまいっぱいありすぎるとね、スキルが溢れ返っちゃうので。はい、ということで、行ったばっかだっけ？あ、行ったばっかだ。そうだね、動画始める前に行ったんだ。じゃあ、そういう場合はメタルチケット、23枚。1日ね、2枚もらえるからね。2枚もらえんだけど、最近取りに行ってないわ。あそこに、地下まで。お金すぐ溜まっちゃうから。仕事してるときね、自分ね、楽々冒険だけは欠かさずちょこちょこやってるので、お金は結構持ってるじゃないですか。ね。これでもうレベル10なんで、あとはもう、鍛えたいときにレベル上げればいいので。はい、究極レオパルド完成です。まあ、いずれ作る予定だったからね。これ、レオパルドも何か必要になってくるのかな。レオパルドと、レオパルド。はい。今回の目標できました。案外楽だな。はい、究極。これはオスにした方がいいのかな？メスにした方がいいのかな？これマックスにすると攻撃3覚えるんでしょ？案外100で埋まんだね。これね。ドルマゲスの方が。かかるんだ。あ、ここにレオパルドなんだったらドルマークスの太けばよかったね。まあ、オスにしとこうか。こうだな。行動早いがついてるから、超行動早いにしとこうか。はい、レオパルドちゃん、できました。あとは、連れていくのは、まあ、どうだね、ゾーマとかかな。エルギオスでもいいけど、エルギオスの方がいいかな。でもあ、いるじゃん。エルギオスとゾーマいるじゃん。何やってんの。エルギオスかなとか言って、エルギオスいいんじゃん。キラマシン2か。あと、メイザーとか。あ、メイザーいいんじゃん。メイザー。これはハテナ系なんだね。よし、じゃあ行きます。大空の旅やっていたよね。じゃあ、虹の卵とか金の卵とか次回まで預けときますんで、また丸一日かかるかなって、またやってしまった。いつもここ間違えんだよ。もう指がね、終わったらここ行くみたいな感じで喋っててね、動いてるとね、何も考えないでね、動かしてるので。さて、他国のマスター込みの、いないかな？いないかな？いないかな？いそうだけど、いないんであれば、ゴールソーを使ってとりあえず2階まで行きまして、レオパルド連れてきたよ、お姉さん方。あと19種だよね、多分ね。ああ、まだ時間かかんな。今回は何がいるの？さて、19個もあればね、あと卵もあるし、もうモンスターもだいぶ出来上がってきてるんで、危ねえ、間違えた。イザナイルーラだね。とりあえず金の色に入って、今回は何が出るんでしょうという楽しみから進みたいと思います。
なんかもうドラクエ11の、まあなんだろう、ちっちゃい今飛んでたようなモンスターの色違いとかよくいたけど、そんなんいなくなったよね。最近でっかいモンスターばっかだよね。だから、こっちもすごい強くしたんですけど、前よりね。サポートはサポートで完全に任せて、攻撃は攻撃、多少ね、回復できるようにはしてたんですよ、前は。なんだけど、もう完全に攻撃は攻撃要因で作りましたんで。あれそうだよね、義名将軍。あ、ワンダーエッグがいる。さて、ワンダーエッグなんか捕まえたよな。なにこれ。すり抜けっけど。おー、シールドが出てくんだ。これとデスタムーア2かな。1か。で、デスタムーアできたりするけどね。もうこんな感じか。待って。リザオラル使えるのが、あ、そっか。自動回復ついてないのか、エルビオスとゾーマには。つけとこうかな。うわメガンテはね、嫌だよね、本当に、いまだに。さて、こう、道を間違えたときはゴールそうだね。もう、めんどいんで、ずっと今まで来てたから。あ、グレートホーン。あ、2枠がこれか。これも作りましたもんね。おまけで何かいないかな。ワンダーエッグ、シールドオーガー、あともう一個なんだ。キングスライム出てきたよね。もう一種類ぐらいなんかいそうだけどね。まだ多分捕まえてないモンスター出てきてほしいんだけどな。お？あー、シールドオーガーか。今なんだと思った。あー、また道分かれてる。こんな、これも作んの結構大変じゃなかったっけ？自分裏で作ったけど、確かこれ。まあ普通に出てきますね。だから大体出てくんだろうね。自分が一生懸命作ってたモンスターいっぱい出てきてるけど。キングスライムでしょ？こんなもんか？今回は。戦ってみればわかるよね。おまけでなんかついてきたら、あ、これいいのかってなるもん。ただ一番下の階行けば別にここで戦わなくてもいると思うので、今までいたもん。それがわかんなかったから今までね。ただ探してるのは他国のマスターなんで、なるべくは歩きたいんだけど、そううまくいくかって話ね。いた、なんだあれ。いた、これってここから戦えないよね。あれ捕まえてない敵だ。暗闇ハーピーじゃなくて、なんだこれ。なんだっけ、ドラクエ11の敵なんだけど。フェアリーバット。あ、そんなの、フェアリーラットってのがいいのか。フェアリーバット。これと、暗闇パーティーだっけ？なんかで、まあもう一個色違いで、多分ダークサーキュバスできるんで。だけど、ボスで倒して持ってるんで、よし、図鑑終わった。あー、ドラッグ11の敵がね、絶対混じってるよね。よし、あとは下行っちゃっていいかな。ただ他国のマスター行くかもしんないから。行った。ほら、横来て、今、ゴールソー使わなくて正解だった。使った方が良かった。まだ63時間だ。ただね、テリワン 3D よりはやってるんですよね。ただ便利機能あるんで。そのおかげで時間が早いけど。お、バルザック。ああ、ぶっ壊れ性能バルザック。あ、このエンバーも初じゃねえかな。トロールボンバーいたもんね。バルザックか。テリアン 3D 使ってたよね。使う予定はなかったんだけどね、あの時も。できたモンスターでこれ使ってみよう、これ使ってみようってね、なんかいろんなの使ってみようと思ったんだけど、動画出すたびにバルザック強いですよ。バルザック強いですよ。使わないんですか？使わないんですか？って言われてたんでね。ここで使っとけば後で言われなくて済むだろうと思ってね。テリワン SP も出たんで。だから今回使ってないっていう話なんですよね。
だから要は、この999が、ボン、ボンって2回当たるのが3回当てられるみたいなね、そんな感じだよね。だけど3枠とか使うと、連続とかついてる場合、全部999いく可能性あるから、ドドドドドドンっつってね。そういう可能性もあるよね。だから、カバシラーなんかあれすげえいいと思うんだけど、やりようによっては。レミナマンスを使おう。ここはさすがに。もう、だって用ねえもん。何回使っても99個なんだよね。あ、隣だ。かからないよね。こういうとこあるよね。よし、じゃあ、キングスライムもいいね。とりあえずね、まあ、装備品とかもそうだけど、メガンテとか、メガンテね、マダンテとか使われたら嫌なんでね。よし、行ってみましょう。やっぱいた。エリスグール出てきたもんね。で、前回スライムファミリーか。あ、待って、これいるってことは、これから先作れるな。ちょっと待った。スラーリンガルですね、これね。スラモリ2だね、これもね。急発進で襲いかかってきた。エリスグール的なもんかな。ハッスルダンスとかまためんどくせえの疲れたらやだもんね。ホイニンがいる。聞くかな、ルカに。聞いてくれればいいけど。で、命令で、ここが、リザオラルで、身代わり、リザオラル身代わり、で、バイキルトをかけるだろうから、さあどうなるかって、多分横のホイミスライムも相当パワーあると思うんだけど。まあ、牛名で潰してくれればいいんだよな、それはな。素晴らしいね。3回カンストしてもいいか、ああ落ちた。ああ、これあんのか。よかった。リザオで。負けじとリザオで。あ、一番最後動いた、もしかして。だったら身代わりでいいか。で、道具で、バイシオロン使っとけば、いいんだけど、いっか、それで。ね、こういうことなので、もう一回使えばもっと上がるよね。はい、回復。あ、回復じゃないか。そっかそっか。リザオラル常にかけとけば大丈夫だね。おぞましい雄たけび邪魔くさいね。よし。あー、やっぱ硬。グランドネビラ。ハイテンション。はいはい。で、ここで、リザオラル、ここら辺かけとこうか。で、あとここが身代わりで、まあ、この繰り返しですね。で、アイテムで、バイシオロンだったんで、もう一回かけれると思うので、ね、攻撃力上げるだけで、こっちかなり上げるなんで、2回かかるってことだよね。違うっけ？かかるよね。2段階ね。えらい。あっち行動遅いついてんのか。ね、やっぱダメージ取んないけどね、攻撃力上げたおかげでね、前のダメージの、まあ、2.5倍ぐらいいってます。お、破壊の一人。はい、次は第一弾。ドーン。はい、これで、まあ、落ちましたけど、ね、ちょっと黄金パターンですよね。で、身代わりの。で、道具で、店長の相馬使えばいいので。ここやるまでもないけどね。特上薬草とかね、昔あったけどね、今もあんだけど、
昔だと効果がね、今だったら効果はこう240ぐらい回復するのかな、一人が。これがね、3D の方違ったよね。すげえ回復するのかなと思いきや、全体30ぐらいしか回復しなかったと思うんだけど、あれ違ったっけ？特約層の方がいいじゃん、みたいな。ドン。うん。ウィザオナル。はい。あ、まずい。まずいね。スクールキオかな？あったよな、買ってきたよな、自分。あった。ノー。リザオが消えちゃったから。これでとりあえずはだいぶ防げるかなと思うんだけど。あれ？落ちちゃってる、攻撃。あ、守備ロック。補正終わっちゃってる。でもあっち回復しないから、ダメージ低くなったと思ったらね、あっち切れてるわ。やっぱルカニオン大事だよな。よしよしよし。今リザをかけたよな。命令の、身代わりの、リザをラル。で、ここで、ルカニオンか。ルカニオンを使えばいいんじゃない？あ、ミスった！なんでさっき聞いたのに。絶対聞くわけじゃないのか。でももう行くんじゃない？この後に、あれ、一回落ちてもこれ、効果あんだよね。ずるいな、それな。ルカニオン使おう。ルカニオンの、でしょ？で、リザオの、魔法矢人。レッツゴー。 OK、 いけました。エリスグールのがきついかな。はい、静まり返った勇者サラリンガルは生み出した分身と秘伝書を差し出した。そろそろ攻撃アップとなんかいろんなついてるのが欲しいんだけどね。多分あるよね、それもね。はい、スラリンガル入りました。ということで、卵預けてね、また次回やろうかなと。さて、またなんか王様何ふざけたこと言うんだろうね。なるべく1枠でいきたいんですよね、自分ね。よし。二軍を使うことなんかな。そこに、でっかいの入れようかなとか思ってるので、今後だよね。ただ、卵から生まれないことには、それ使ってね、究極にしたいなってのは何匹かいるんだけど。はい。勇者サラリンガル、蘇った勇者という二つの名を持つ。スライム型の大戦車じゃ。わしの人気を踏まえると、わしをモデルにした大戦車がそろそろ誕生するかもしれんの。体重戦車。はい。ということで、卵預けますので。はい。ということで、今回ここまでにしましょう。スラリンガルね、確かね、まあ、作れるのいるんだけど、まだその型あれ持ってないんだよね。その話をずっとしてんだけど、自分。だからまあ、それとかもいいかな。扱いようだよな、それもな。よし。ということで、まあ敵のね、戦い方でね、こっちね、どんなのつけてもね、破られる時とかあるので、まあどういう風にやってくるのかなとか見るのもね、まあ負けて覚えるっていう方法もあるので、負けたからね、偉くないとか、下手だとかないので、ね。だって二人、上手い人二人戦ったらどっちか勝ってどっちか負けるじゃないですか。で、どっちもレベル、もう S 級の人らが戦ってても勝負はつくので、だから負けたら下手ってことないですからね。普通の人より全然上手い人らが戦ってるわけもあるわけだし、ね。やればやるほどゲームって上手くなるので、で最初から上手い人は誰もいないのでね。まあ、下手のとこから上手くなっていくので、下手なんて言ったらね、なんでそんな言われなくちゃないんだろうと思うのは当たり前なんでね。嫌がらせでしかないので、もうそんなのはね、多分ゲームやってる人の常識なんでね。
まあ、これからだんだんやっていけばいいことなんで、まあ、そんなこともね、踏まえながら自分の実況を伝えていくのもね、まあ、一つのチャンネルなので、まあ、そういうふうに思っていただければいいかと思います。ということで、今回手に入ったモンスターでは何もできなかったけど、まあ、次何かできるのかなとか思うものもあるので、またね、日付変わった時に頑張ってやっていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。